ク毒草は、廃毒草かク毒草属の多年草。有毒植物。茎の高さは50から70センチメートルになり、直立し上部は枝分かれする。茎には、下向きの胆毛が生える。葉は耐性し、長い傭兵を持ち、葉心は、卵円形、または長大円形で、長さ7から10センチメートル、幅4から7センチメートルになる。 葉の両面、とりわけ葉脈状に毛が生え、縁には荒い巨子がある。花期は7から8月。茎の先、または、葉液から出る枝先に細長い水上花状を出し、耐性する花をまばらにつける。下水の長さは10から20センチメートルになり、花は小さな筒ごとに1個ずつつつける。額は、 先端が神経となる筒状で、下記の長さ5から6ミリメートル、上唇の先端は、長さ約1.5ミ、mm、リメートルの3歯のある史状になり、下唇は小型の2歯がある。下敢は白色、または泡桃もも色を帯び、筒状で、先端は神経、上唇は浅く2列し、下唇は3列して、広く開く。湯髄は4個。 脂肪は二個の心側からなり異質がある。果実は、果てで、額の先の市場の葉が成長し、固く残っていのこづちに似た下向きになり、人や動物などにくっついて運ばれる。一果実に一個の種子がある。基本種のアメリカハエドクソウは、アメリカ合衆国北東部に分布し、本種は、日本、ネパール、インド、パキスタン西部に分布するが、本種を、 足扱いとするか同種とするかで議論がある。本種より大型のものを、長場ハエドクソウと呼んで区別する場合がある。和名、ハエドクソウは、ハエ毒草の意で、この植物全体に有毒成分があり、根をすりおろしたり、煮詰めた汁でハエドリカミを作るのに使われていることに、由来する。主な毒の成分は、リグナンの一種フリマロリンで、食べるとオートなどを引き起こす。 ABC 日本の野生植物総本スリーゴーベンゲルイ P140 フリマレプトステアシュジャプランツ2008年1月8日閲覧フリマレプトステアシュジャフローラオブパキスタン2008年1月8日閲覧オルムステッド RG ホワットエバーハップンドツーザスクリファラリアッチフラマンティア30 1322オリジナルの2005年2月22日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/2005222130511/http://coces.washington.edu/.bot113/.spring/.webr e 2 ead ings/.pdf://ead r ings/.scrophularih c c a e、PDF. p d f p a g e 2にマガバハイドー ?t コッド2013年9月1日閲覧。ありがとうございます。